ちの親父が政治家じゃないなって晩年思ったのはやっぱりそうだったなと思った。先のことを言わなかったね。結局、うちの親父は。先のことを言わないって。もう、上司に。自分が老いてった時に、うん、その別に守りに入るわけじゃないんだけど、うん、その10年先、20年先にっていうことを、こう、言う人間でもなかったし、うん、で、まあ、あと、その、例えば、その、なんていうの、知覧の、まあ、あれ見て、そういえばうちの親父映画も作ったし、よく、うん、あの、富谷食堂の話もしてたし、うん、富さんがってしてた。うん、あそこの食堂のおばさんが、まあ、生きの、生き、うん、まあ、ちょっと前まで生きてたんだよね。そうですね。うん、特攻隊の人たちを、まあ、定食屋さんみたいな、ご飯食べさせてた、うん、そこのおばさんね。あれ、あの、石原慎太郎が作った映画なんだっけ、あれ、岸恵子さんがその役を。君のためにこそ、僕は君のためにこそ死ぬかな。なんか、でもね。岸恵子さんがやった役だよね。でもあれもね、うん、なんで自分の子供をね、連れて行かなかったんだろう。うん、うちの親父はなんであそこへ連れて行かなかったんだろう。で、それは、親父は俺らのことを信頼してたのか、それともその子供よりもやっぱり自分に興味がある人だったから、その時間がなかを割く気がなかったのか、もうそこがね、連れてってあげればよかったと思ってるわけ。いや、石原さんが当時、うん、いや連れて行きゃいいじゃないですか。だってこれは大きなあるその命題の一つだと思ったら、いやそういうことを伝えようとはしない。で、それをだから本に書いたじゃないか、映画見ろよって話で済ますのかっていう話でね、それじゃないの。だからそれはさ、自分が興味があるから行ったんで、あの、いやでもそこで国家とは何だとかっていうか命題出るんだったら、子供に語りかけりゃいいじゃないですか。俺らは、だからこれでね、僕はそこです。いや、それあなたは、自分の大学1年生の息子に語りかけるけど、石原慎太郎はあなたにそんなことを語りかけなかったっていう。いや、まあ、それはたまたまそれだけの一つだけど、うん、何についても語らなかったんですよ。うん、で、僕はだから、その、うちの親父が亡くなった時に、その、誰と、うちの親父のこと、俺、うちの親父のことなんか知らねえなと思って、うん、これ誰に聞きゃいいのかなと思って、うん、それで、うん、まあ、それこそ猪瀬さんに話を、声をかければよかったのと一つだと思うんですけど、うん、パッと思いついたのは、うん、文学ではもう皆さん亡くなっちゃったんで、うん、幻冬舎の建長さん。で、もう一つは、探偵編集者でね。では、うん、橋本徹さんを、うん、うちに今お骨ありますから、いらっしゃいませんかって言って、うん、あの頃ほら、うん、コロナだから大きめにできなかったんで、うん、あ、そうですかって家に来ていただいて、うん、で、初めて、その、うん、政治家の石原慎太郎はどうだったんですかじゃないけど、うん、とか、うん、その文学者の石原慎太郎はどうだったんですかってこう話を聞いたんですよ。うん、ちょっと、うん。で、まあそれはいろいろなんかまああったんですけど、だけど結局その親父の中で、まあ猪瀬さんなんかもそうだし、この本にもありますよね。知事室に来て君もやってくれないかっていう、語るに足る人間と語るに足らない人間っていうのがあって、それで、なんかこう、まあ、僕は話をした気がないですね。いやいや、石原慎太郎は常に現在が興味だから、うん、常に今現在が興味なんで、で、息子は勝手に育ってくれればいいと思ってて、現在が興味だから、その現在の興味、好奇心にどん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 前に進んでいくっていう。だから俺はこれでこの本のなんかこう反則みたいに協力するのは嫌なのよ。なんで今更こんな死んだ後にめんどくせえなやんなきゃいけないんだって思ったりするんです、本当に。まあね、いや、だからこれちょっと冒頭にさ、あの、君が代を歌うときに、うん、まあ、日の本だって歌ってたって書いてるけど、うん、知らないよな、そんなことが。もうそうですね、きっと。うん、だから、あれですよ、スパルタ教育ってあるじゃないですか、うん、今回って、うん。教育論言ったじゃないですか。うん、作家の妄想、僕は作家の妄想でいいと思うんですよ、作品だから。うん、そう。だけど、でも実際スパルタ教育って書いても、その本読んでみると、そんなスパルタでもないじゃん。いや、だから妄想ですからね。ね、うん、その、なんだこれは。でも、話題になったじゃないですか、すごい。話題になって売れたんだけど、ね。いや、でもね、それは、やっぱり面白かったのは、本を売ることが熱心だった。うん。本を売ることが熱心だった。売るっていうか、やっぱりそれはね、僕もそうだけど、書いたものは、読んでもらうために書いてるから、あの、売るからお金が入るとかじゃなくて、いっぱいの人に読んでもらわないと書いた意味ないから、そういうことで。本当に熱心で。だからそれ作家だから。いや、それが何年かに一度出すじゃないですか。うん。そうすると、そのテレビでやっぱりやった方がいいって言って、うん、そうすると、うん、
親父だけだと、その、なんか大変だからって言って、必ず俺に電話かかってくるんですよ。その出版社から一緒に出てくれって。で、めんどくせえなね、何言って、今度こういう本が出ますからって言って、こ、うん、れで、あれですよ、その、クイズ番組なんかあってさ、王さん、途中で帰るって言うんですよ。うちの親父が。やっぱり嫌だって、クイズは。俺は人に試されるのが嫌いだって。あ、だクイズって、だから、その準備までして、もう出るって言ったら、スタジオまで行ってから帰っちゃった。いや、帰るって途中で言い出すわけですよ。やってる最中にやってる最中といろんな時に。だそれを、それをとどめるのが僕の役目で行くわけですよ。うん、そうすると。やっぱり、そう、苦労してるんだ。それをね、俺は何年に一度やるわけですよ。まためんどくさいことになっちゃって、5年に1回ぐらいですよ。だけど、その本を売りたいかって、じゃあ、自分が売りたいんだからちゃんとやれよって僕は思うわけですよ。だって売りたいって言うんだよ。でね、向こうはいいですよ。別にフジテレビだ、TBS だ、日テレだってね、喧嘩したって。俺は大取引先だからそことね、取引停止になったらうちは困るっつうの。まあ、ね、まあだけどそこまで好き勝手にできちゃうっていうのはいいんだよ。だからね。よくないですよ。だからさ、あんた被害者になるけど。それはいかんですよ。それだからそこがね、いや、そのくらいさ、自分勝手なことで日本中いい意味で書き回してくれたからいいわけで、そういう人間が減ってきたんだよ、とりあえず。僕でもね、一つだけ、うん、一つだけうちの父親に褒められたことってね、うん、多分ね、あのね、初めてね、うん、新聞のコラムの連載を書くことになったんですよ。うん、その、なんか、うんうん。で、その時に、その、親父がどっかで聞いてきて、うん、で、お前、どんな映画出てんだ、どんなテレビ出てんだとか、全然興味ないのに、うん、お前、どんなもん書くんだ、うん、どこに書くんだって。うんで、ちょっと見せてみろ。うん。って言った。それは、作家の息子が変築のもん書かれたら困るから、自分の保険にかかるから、ちょっと見せてみって言って、ほいで、で、まあ、連載始まる前に、まあ、10本くらい書いてあったのがあって、こんな、コラム。で、それでこう渡したんですよ。うん、で、なんかめんどくせえなと、ぐちぐちぐちで直されたら嫌だなとか、めんどくせえ、子供じゃねえしよ、とか思ってて、それである2週間だか経って、あれどうなったって一応聞いたんですよ、こっちもいろいろして、うん、連載も始まるから。うん、で、一言ね、お前らしいつまんねえ文章だなって言われたんですよ。そういうことがあるんだろう。だからその、お前らしいって、僕それでね、うんうん、その時お前らしいって。何歳の頃それ。いくつかな ?20 代。20代。もう25、6、うん。それその時にお前らしいつまんねえ文章だな、あ、お前らしい文章だな、つまんねえ。色気がなくてつまらねえな。つまらないけど、みたいなこと言ったんだけど、うん、で、それでその時に、お前らしくてって、で、自分の文章って、初めて読み返すわけですよ、活字になって。うん、その、で、そしたらね、あ、なるほど、俺こういうところをたぶらせて喋るよね、とか、うん、ここと、はしょるよね、とか、こういう物言いするよって出るじゃないですか。うんうん、ああ、そうかと思って、うん、そう思って親父の文章を読んだら、すっごい親父らしいのがわかるわけですよ。うんうん、うわぁ、こういう言い方するよなぁって、うん、ここでこう書くわなぁっていう。だからその文章、まあ。お父さんの文章はそれバネがあるから、そういうとこね。文章を見ると、その人って大体わかりますよね。うんうん、だから、ものすごい、だから変な、全然余談ですよ。でも、ね、褒めたわけでしょ、いやいや、でもそれが唯一ですよ。俺ね、ちょっと話するけどね、俺、福知事の頃にね、吉住さんがね、週刊文春かなんかの、あわさかなんかの対、ああ、いや。だから出てた気がするんだよ、俺。それ読んだの、俺。それでもう、細かく忘れちゃったけど、あのね、あなたの喋ってることは非常にバランスがよく喋れてるって、たまたま週刊文春持ってたらさ、いつも石原慎太郎と僕は、金曜日のお昼に30分必ず、定時と共有時間を持つことに決めてあったんで、うん、その時にね、吉住さんって、対談見たら、なかなか頭いいねって言ったんだよ、これ。ちゃんと言ったんだ、これ。いや、そうです。そしたら、うん、まあな、って言われて、いいんだ、ごめん、ほんと、まんざらでもない話だよ。信用しないで、俺はそういうの、そういうの。いや、そう、ちゃんと俺は、別にそれはさ、知らないで言ってるから、あなたのことね、ちゃんと。で、文章の会話で、ちゃんとバランスが取れてる言葉をきちっと喋ってるってことを言ったの。そしたら、うん、まあな、つって、まあ嬉しそうな顔したよ。いや、それはそれで、だから、分かってるんで。まだそれが、お前はしかしつまんねえな、通り一遍のことしか言えない。お前の話はつまらないよ、なんか文章なんでも、そのなんかテレビで喋ってることも言われて。まあそれはまあいいんですよ。それはだって、そんな変なところでとんがってね、仕事なくなっちゃったら困るから、俺やらないんだけど、うん、でも、ちょっと話が面白かったな。うちの奥さんに、うん、いいな、
お前の旦那は、色気がなくて、モテなくてっているわけですよ。自分は、ね、色気があると思ってずっといるから、そういうその、通り一遍のことも言わないし、ね、それから、女にはモテるし。でも、それさ、そういうふうに奥さんに言ったときに、ちょっと、あれでしょ、照れたような顔して言ってるでしょ？っていうか、ね、照れたんだよ、それは。だから、あの時代の人はそれをね、まっすぐに言えないから、そうやって言うんだよ。まあ、だけどまあ、それはそれで、だからね、あのね、これ言うだけ面白いってことよ、そういうことを。いや、面白きゃいいってもんでもないですからね。うんうん、まあ、それはそうだけど。